横室の岡屋。2018年6月2日撮影。横室の岡屋は、群馬県前橋市富見町横室にある蚊屋の巨木である。大正9年7月17日に、国の天然記念物に指定された。生育地は、当地の旧家金沢家の所有地であるが、一般に開放されており自由に見学できる。横室の岡屋前橋市。 横室の岡屋の一年回り。2018年6月2日撮影。横室の岡屋は赤木山南六を西から東に流れる用水路の大西溶水と群馬県道101号線の交わる地点から用水路沿いに30メートルほどが流岸の金網で囲まれた場所に生育している。この場所は横室地区の旧家金沢家の所有地で、 かつて道家の東方にあった諏訪神社の跡地にあたる。金沢家の経図によれば、寛延2年に道家の祖先が家の東方にあるかやの大木の近くに諏訪神社を奉仕した際、このかやの木をご神木としてあがめ立て祭り、大切に保護してきたという。その後、明治40年に諏訪神社が村内の赤木神社へ合祀され、跡地となった諏訪神社旧境内は、 金沢家によって買い取られ、それ以来蚊帳の木は金沢家によって管理されている。横室の蚊帳は蚊帳の居住の代表的なものとして、大正9年7月17日に国の天然記念物に指定された。平成12年に計測された記録によれば樹高は24メートル、蚊帳は8.1メートル、根回り13.2メートル、樹間幅は17メートル。 平成三年に当時の環境庁がまとめた第四回自然環境保全基礎調査によれば樹齢は300年以上旧富士見村によって設置された現地案内板では推定樹齢1000年以上とされている。茅は死有一種であるが横村の丘やわめ株である。毎年10月頃には茅の実が実り緑の大きな果実や茶色の種子がはみ出したものまで木の下一面に かやの実が落ち、周囲に、独特の香りが立ち込める。かつては四国も取れ、食用にしたり油を絞って利用したという。ABC 横室の大谷や文化庁、ウェブサイト、2018年6月14日閲覧。AB 横室の大谷や文化庁、ウェブサイト、2018年6月14日閲覧。AB 横室の大谷や国指定天然記念物、群馬トラベル&。 ポータルウェブ群馬2018年6月14日、閲覧。ABCS、森博、ピアニッシモ、121から123。ABCS、森博、ピアニッシモ、56から57。ハット ABCD 加藤編。アン、森博、P405、P407、環境長編。群馬県、古事、伝承一覧表10から79。 横室の大谷環境省巨樹、巨木林データベース2018年6月14日、閲覧。環境長編、群馬県、巨樹、巨木林調査表の要約や10から41、渡辺、P121、ありがとうございます。